皆さん、おはようございます。レオです。今日は、たくさんの方々から、リクエストをいただいた曲を聴きます。It's called Say So by Doja Cat。でも、今回聴くのは、Japanese version です。最初、Japanese version と知ったとき、日本人が、歌っていると思いました。でもサムネを見たら見た目が日本人じゃないので、ん?ってなって調べてみたら、レイニッチさんが歌ってます。なので今日はレイニッチさんが歌う Say So 日本語バージョンを聞きながら、ちゃんと日本語の発音ができているのかも見ていきたいと思います。それじゃあ早速見ていきましょう。日本人じゃないの?めちゃくちゃうまいな。やばいな。やべえ完璧に全部理解できます。ここの歌詞がなくても、目つぶって聞いても、全部何言ってるかわかります。すごい上手に読んで。My God。かっこいい。低音もめっちゃ綺麗。Thank you.
日本語めちゃくちゃうますぎる、うますぎる、やばい。まず普通外国人の人が日本語で歌を歌ってたら大体わかるんですよ。なんかちょっと雰囲気違うなとか、ちょっと発音違うなとか。けどレイニッチさんはもう本当に日本人みたい。発音が本当に全然違和感ない。これで映像を隠して声だけ聞いたら、あ、日本人が日本語で清掃をカバーしたんだって本当に思うと思う。本当にすごい。なんかいろいろ調べたらレイニッチさんは日本語を勉強したことはないんですよね。なんか全部耳で聞いて覚えたって書かれてます。すごすぎ。それとレイニッチさんがラップを始めた時に英語と日本語を混ぜてラップしてるんですよ。もうそこがかっこよすぎてテンション上がりまくり。どこだっけな、超かっこいいところがあった。Probably why 君はだまたママ like zip。 ここ Probably why Probably why Probably why 君はだまたママ like zip。 この日本語訳もレイニッチさんがしてるんですか。なんて言うんだろう、ちゃんと音にはまるように日本語も綺麗にまとめてて、響きがかっこよくなるようにまとめてて、本当にすごい。すごい。え、これ日本語は喋れるのかな。喋れると思うけど、歌聞いてる、歌の発音だけ聞いてたら。でもこれでもし喋れないってなったらもっとすごい。とっても楽しかったです。リクエストをくれた皆さんありがとうございます。そしてレイニッチさんありがとうございます。楽しかったです。かっこよかったです。かわいかったです。ありがとうございます。そう、今日の動画はここで終わりです。 So please don't forget to subscribe to my channel and give me a thumbs up。 それじゃあ See you on next one. Bye.